米オークションハウス、ゴールディンは7日、日本時間8日、ドジャース・大谷翔平投手の50号ボールのオークションを継続開催すると発表した。50号ボールをめぐっては、現在の所有者とされる人物のほかに2氏が所有権を主張し、訴訟を起こしている。これについてゴールディンは係争中の全当事者とオークションを継続することで合意したと発表。 訴訟で所有権を認められた人物が、オークション収益のすべてを得ることで合意したという。同オークションは日本時間9月28日午前1時に50万ドルでスタートし、最新の入札額は150万ドル、約2億2190万円。ファッションサイト、ロコンドの田中雄介社長が X で入札したことを公表している。